プロのお二方に質問をしたいという方がもう一人いらっしゃるのですが。もういいだろう。質問に答えてた時お前も見てたよな。オイラたちはプロでもなんでもないんだ。そちらのお客さんは少々特殊でして。こんな面白い場所にあなたたちだけで来て、どうして私を呼ばなかったのか問い詰めたい気分だわ。おわ、なんでナヒーダがここに。モーメントオブドリームのような面白いイベントはそうそうないもの。どんなに忙しくても時間を作って見に来ているの。あなたたちに会えたのは偶然の縁とも言えるわね。そうだ、ナヒーダは夢を一番理解してるから、オイラたちの代わりに全ての質問に答えられるよな。確かにそうね。さあ、どんなことでも聞いてちょうだい。面白ければ面白いほどいいわよ。あ、どうしたの？さっきまであんなに賑やかにしていたのに、なぜ急にためらうのかしら。だとしても、私ってそんなに怖そうには見えないはずだけれど、凄さの程度で言ったら、あなたたちだってスメールでいろいろと偉大なことをやったはずよ。ふん、面白い質問が一気に消えてしまったわ。私って場を興ざめさせるような存在だったのね。ここを離れた方がいいみたい。いやいや、そういうわけじゃないの。モーメントオブドリームの原点には背きたくないの。人々がここに集まるのは、美しき夢を自由に語り合うためよ。だけど今の雰囲気は、まるで容器に入った水のよう。決まった形にはなっているけど、川を流れていた頃の自由自在な姿はもう二度と取り戻せない。私はただ、その中にある一つの水滴になりたいだけ。風情のわからない容器になるのはごめんだわ。拗ねてるな。